まず J ビリッジ診療所の体制なんですけれども、えー、あそこの診療所はですね、保健診療機関ではありませんで、えー、自由診療になっております。で、普通、自由診療というと、まあ、高額なお金を取ってやるのがほとんどなんですけれども、J ビリッジ診療所の場合には、えー、無料で診療を行うと。 ただし、えー、慢性疾患で,です、ねえー、60日とか長い処方をやりますと、これ、お金結構かかりますので、えー、基本的には休日夜間、休病診療所程度の対応というふうなことを基本に、まあ、早い話が風邪薬でいうと3日間ぐらい処方して、まあ、あの休養していただくようなことを中心にやると、えー、その代わりです、ねえー、保険診療じゃありませんので、保険証も確認をしないということですね。 えー、染森さんの記者会見をセッティングするにあたって、えー、今回、東京電力本体と契約をしていて、そして初めて名前と顔を出して、こう記者会見なり、いろんな話をするというのは初めてということで、えー、昨日一昨日とといと、福島第一原発の作業員の方々から電話がかかってきて、東京電力がとても怒っているというふうに聞きました、であのお気をつけて、ご安全にと言われたんですこれをご覧になっている東京電力の皆さん、お手柔らかにお願いいたします。はい 子どもさんに対する、まあ、被爆の健康影響というのにことについてはねあのここまで安全だとかあのそういうことは非常に言い難い、まあ、これはあの大人に関してもまあ言い難いんですけれども、えー、子どもの場合にはまして言い難いというのはあの成長発達の過程っていうのは一人一人大きく違います。 あの6歳から7歳であのぐっと成長する子どもさんもいれば8歳から9歳で成長されるお子さんもいるそういった中で、えー、被爆の影響っていうのはミニマムにしなければいけないというふうに私は考えております。で具体的に、えー、どういうふうにするかというと線量の低いところに行っていただくというのが一番いいと思います。4号機の 現状はどうなんでしょうかえっといいうなうなことは何もないですねだからあのどんな立派な技術者が来てもあの中を全部見てですねこれいいとか悪いとかって簡単に判定できるもんじゃないんですそれは分かるんだけれどもそれをあたかもあの安全性が証明されたかのような説明をすると。 いいいうこことととははててもまずいと思いまず思すすれはコミュニケーションのあり方として基本的な問題ですねでただ、メディアの方もですねそういうことをきちんとおっしゃるべきだと思うんですね。安全かどうかって言われれば、極端なこと言うと、誰に聞いても東京電力の,あの、ま、非常に真面目な人に聞いたって、大丈夫ですかって言われたら答えられないんですよ。だから答えられないんだけども、答えられないっていうことを前提にしたときに、どういうコミュニケーションを取るべきなのかということをきちんと その東京電力も会社として考えなければいけないし、私たちもあの市民としてそれをきちんと監視していかなきゃいけない、それがとても欠けているということが、あの4号機の,あの事案を複雑にしているんだというふうに思います町、ね、長、えー、選挙に出馬をしようと思われたです、ねえー、理由とです、ね、について、お聞かせいただければと思います。町議選の告示前日になって 町長もお辞めになるというふうなことを言われたんで,で、じゃあどういうお方がお出になるのかなと思って見てたらあの、議会と町長対立してるのよろしくないから、議会の中から議員を辞めて1人出るんだというふうな話が出てきたんですね。で、それは地方自治の自殺行為でしょって、それね、町,町議会の中で誤選してね、自分たちの中で都合のいい人出してね。 でまあ、尾形さんという方が出られるからこういう方したらとても失礼なのを承知で言わせてもらうけど実質的にはそのお二人でやったら新任投票じゃないですかそんな自殺行為でしょ地方自治のありえないですそんなことはだから伊沢さんという方がどんな所長を掲げて出られるにしても町議会の意向を一本化して一人で立つということはあってはいけないっていうのが私の考えだったでこれは出なきゃいけないんじゃないかっていうふうに考え始めたね ただまあ他にも同じようなことを考える人もいるだろうから、私より適任な人が出るんだったら、無理して出ることないなっていうのが、事前説明会に行った時点での感想だったね。ただ、いろんな方って情報収集してみてもあの、そういうことをきちんと出せる方ってどうもいなさそうだという話になったんで、じゃあ、もうしょうがないねと、出るしかないかというのが、今の心境ですね。